はい、YouTube。皆さん、こんにちは。アニマルランドにようこそ。皆さんですね、寒さ対策、どうしてますか？ロードの時にね、まあ、グローブ、厚手のジャージとかね、ジャケット、ウィンドブレーカー。で、まあ、帽子かぶったりとかね。それで、ヘルメットとかね。そういう、耳当てとかね。いろいろやると思います。マスクもそうです。で、マスク。僕もですね、マスクをはめてるんですけど、ウェットスーツ地のやつで穴がポコポコって開いてるやつで、下にフィルターがあるようなやつとかね。あと、この、布みたいなやつをつけたりっていう。布だけっていうの？もうほとんどバンダナを巻いてるみたいな、そんな感覚のやつとか、それをね、寒さによって使い分けしたりとかしてるんですけど、あんまりね、使いやすくないんですよね。この薄いタイプのやつをつけてると、口の中に、この息を吸った時に口の中にその生地が入ってくるんですか？そういうのと、あとウェットスーツ地のやつはもうベタベタになっちゃったりとかね、中で蒸れてきてね、そういうのがあるんで、それでもね、寒い時走ると喉を痛めちゃったりするんで、必ず出発する時最初だけでもね、とりあえずしていこうと思ってしてます。で、まあ、だんだん暑くなってきたら、こう、下にずらしたりとか、まあ、もう外してしまったりとか、そういう感じで使ってますね。でね、それをね、こちらの、マロさんに、ご相談するチャンスがあったんですよ。そうしたらね、二つ、冬用としてね、二つ、いただきました。それを紹介します。それがね、 X9 マロマスク X9 というタイプと、もう一つ、T-Bone 5 Plus、はい、この2つです。で、こちら、とにかく今の時期、寒い時期に合うやつです。でね、まあ、ちょっとまず出してみますね、こっちから。こちらは、寒い時につけるやつということで相談したやつです。で、こう、通気が良くないんで口の中入ってきちゃうんだけどっていうので、これにしたんですけど、これはね、すごい。見てみて、これ。向こう側が見えるぐらい。これ見えるでしょ？粗いタイプ。で、これ裏返しのをつけることができて、裏返しにつけると、向こう側が見えない細かいタイプ。これのね、両側を使い分けることができます。もう一つね、普段こういったの、要は綺麗なやつはめてると口の中入ってくるって言ってるじゃないですか。あれがどうしても嫌だっていうことで、この、T-Bone って言って、ボーンが、こちらのね、この裏側に、ちょっと外してみます。こう外せるんですけど、こういうプラスチックの型みたいのがあって、これをはめることができるんです。この鼻からこういうふうに、こういう形になったやつ。で、こうすることによって、口がこう動くことができるんですよね。口を動かしやすくなる。はい。そういったのを、ここの、やっぱり、粗い目のタイプと、でね、こちらの場合は、ここにね、鼻のとこ、こう、キュッて、鼻の形になる、よく、普通のマスクとかにあると思うんですけど、ここに針金が入ってる。そんな感じのやつが入っていて、ここに鼻の形に合うようになってます。そしてね、これは耳にかける。穴がくっついてます。耳全体をかけるというか、上だけちょんとかけるだけですね、これ。はい、こんな感じです。ちょっとつけてみますね。よっ。はい、ガバッとかぶっちゃいました。はい、こんな感じ。ちょうどね、鼻のとこ、あ、まちょっとずれてるかな、こういう感じかな。うん、これで、あ、すごいね、息しやすい。
これ寒い時はもっと上げれるのかな。こういう感じで耳までかぶれちゃいますね、こうやって。はいはいはい、いいですね。普段はね、必ずヘルメットをかぶってやると思うんで、同じようにちょっとやってみましょう。こうぐっとここ後ろを上げといて、ヘルメットをこうやってかぶればいいのかな。これだとここ押さえられるからね、ぎゅっと。はいはい、こういう感じかな。キュッと下げて、キュッと戻す。あ、これでいいですね。はい、こんな感じ。あ、すごいね、なんかいいですよ、これ。あったかい。あのね、息すごいしやすい。普段はね、ここに、僕はメガネかけて、で、さらにレンズを下に下げてます。まあね、こうやって走るんで。で、ああ、はいはい。いいですね。曇らなそう。うん。いい感じ。いい感じです。じゃあね、これを、今度この反対側の、反対側、これこのままぐるっと回せるのか。反対側ぐるっと回しちゃいます。この辺かな？合ってるね。反対側にして、ああ。やっぱりこっち側の方がね、少し息がしづらくなるというか、さっきが、まあ、すごいしやすかった。普通な感じだったんですけど、こっちだと、ああ、マスクしてるなーっていう感じがします。で、これで、後ろ、引っ掛けながら、かぶって、はいはい。あ、いいですね。いい感じ。あ、こっちはね、少し曇るかもしれない。ちょっと反応してる。あ、けどこうやってノードリンク飲んで。あ、けどね、そうだな。あ、曇る。少しね、曇りますね、やっぱり。これは。このタイプは。さっきのよりは、ちょっと苦しい感じがしますね。息苦しい感じがします。ではですね、次 T-Bone5 の方行ってみます。まず、粗い目の方に、この T-Bone をくっつけます。こういう風にね、ここにね、フックがついてるんだけど、こういう。これを反対側から、ここにパチッと留めるんですよ。こういう感じ。で、これを2つあるんで、左と右でつけます。こういう風かな。で、パチッと。はい、こんな感じにつきました。はい。で、これでいいのかな。はい。で、これで被ってみます。はい。あ、被るときにこの T-Bone がちょっと違和感あるね。これ、広げてこうやって被っちゃった方がいいかもね。顔に当たらないように。まあ特に女性の方はそうかもね。顔、後ろで引っ掛けてギューッと顔に当たらないようにビューってつけないと、化粧品とかね、化粧品じゃない、化粧をしてるやつとかファンデーションとかつけてたりとかすると、ね、すごいことになっちゃうというか、取れちゃいますからね。はい、こんな感じです。うん、これちょっとな、ここにこう T-Bone がついてる感覚にちょっと慣れないといけないかもね。けど、そんなに違和感ないかな。スーッとしてる。で、やっぱりね、さっきのやつよりは喋りやすい。ここが空いてる分、すごい楽です。じゃあね、ちょっとヘルメットかぶってみましょうか。はい、この状態で。で、走ってて、あ、ゴーグラム。これもはめるね。で、ドリンクを飲むときに下げます。で、ドリンク飲んで、で、上げる。上げるとき、うん、上げるの結構難しいですね。こう、グローブは、きっとグローブもね、熱いグローブはめてたりとかするんで、意外とやりにくいかもしれないです。うん、こんな感じ。はい。あ、いいですね。で、装着感すごくいい。じゃあね、これも裏返ししてみましょうか。裏返しの、キメの細かい方。あ、いいですね。
あ、けどね、これね、さっきのより曇るね、ここ。多分こ、上から出てきちゃうのかな。これね、多分、ここの構造上上に出てきちゃうんですね。ただ、走ってる時はきっとね、大丈夫だと思うんで、その辺ちょっと走りながら検証してみましょう。これはね、曇りますね。ではですね、外に走りに行ってみましょう。はい、今ね、Tボンプラスはめて走ってますけど、曇っちゃいますね。息をして吐いた瞬間曇る。だけどまあすぐ曇りは取れるんで、走りながらなんで走りに支障はないです、うん、結構今なんかはねスピード落とし始めてるんですけど、だいぶ曇っちゃいますね。今ちょっと目の粗い方に、変えました。まあ空気がね、綺麗に排出されるっていうかね、前に。なんでレンズは全く、曇らなくなりました。目の細かい方に比べるとちょっとね口が冷たいですけど、それでも直に当たってるよりはマシなのかな。あとほっぺたもあったかいし、首もあったかいです。なんでどうなんだろう。激こぎして喉を守るっていうのではちょっと威力は弱い感じがしなくもないです。まあけどほっぺたとか冷たくならなくて、そういうあったかさを求める場合は全然いけるんじゃないでしょうか。で、今ね、このまま走りながらちょっとドリンク飲んでみようと思います。できるかな？まあこうやって外すのはできますよね。で、これでドリンクを飲んで、まあ飲むまではいいでしょう。これを戻せるかって話だよね。重要な手袋は外れるね。少し暗い。あ、けど出ますね。はい。戻りました。はいはい、大丈夫ですね。けど、なんかうまくはまってないのか、先ほどまで持ってなかったけど、盛り始めましたね。多分これ、上、鼻の上から出始めてたのかな。上まで上げられないもんね、グラスがあって。ゴーグルが邪魔して上に上げにくいから、まあさあ、あ、今良くなりましたね。ね、今からねちょっと、T ボーン5プラスからちょっと違うタイプ、 X9 っていうタイプにちょっと変えてみます。でもね、もうだいぶ走って結構あったかいんで、この辺意外と暑いです。うん、いいですね。率直な意見としてはいいです。すごいすごい効きます。すごい曇りますね。ちょっと先ほどまでとはだいぶ曇る。ちょっと下げたかな。あ、これぐらい下げた方が曇りにくいかな、こういった場合。ただこう目との隙間のことがちょっと涼しい感じになりますけど、あ、上げると曇るね。あとね、鼻が吸い込めないかな。鼻吸い込もうとすると生地が鼻に入ってきて、息
きができないですね。スーっていう作業ができないですね。今ね、ちょっと激こぎしてかなり息上がってますけど、持ってないですね。いい感じです。いけるかも。息が上がった時に生地がね口に入ってくるってことはないです。でも鼻がね出てきてちょっと鼻すすったりとかしたくてもこのままだとできないです。が抵抗になって、鼻をすすってない。なんでこうやってするとできます。はい、今ね赤いの、真ん中を走ってますけど結構快適ですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回ねこの今はめてる X9 と、T-BONE 5 PLUS この2つ、はめて走ってみました。今日このね X9 なんだけどちょっと温度が今日はね6度ぐらいなんですよ。あんまり寒くないんでちょっと暑いかなっていう感じがします。はい、あとですねどちらも意外と曇らないんじゃないかなと思います。やっぱ止まった時は結構真っ白になっちゃうんだけどそれでもどうだろうな、他社のやつに比べてだいぶいいような気がしますね。やっぱり他の他社のやつって止まった時外して下にこうやってね下にこうやって下げたりとかしますけどこれの場合はそれも必要ないし、あと粗い方のやつはね止まった時に結構、ガンガンに走った後止まった後でもハーハー走っても結構大丈夫なんですよ。息ができるんでいいですね。そんな感じで非常に良かったと思います。はい、ではですね今回の動画面白かったな参考になったなって方ぜひフットマークの方よろしくお願いします。チャンネル登録などの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。